テロップが入ってます。ちょっと待ってね。オッケー、やっと戻ってきました。こんばんは、のぼしに来ました。ありがとうございます。やっほー、みんなこんばんは、元気？私は元気だけど低気圧やばい。鬼太郎さん100回目の訪問ありがとうございます。嬉しい。100回目、お、コッペパンさんも100回目ありがとうございます。国広さんも100回目ありがとうございます。嬉しい、みんなどんどん100回じゃん。ぜひぜひこれからもたくさん見に来てください。お願いします。ありがとう、いつもたくさん応援してくれて嬉しみです。これからも茶器温泉応援してください。よろしくお願いします。雨大丈夫だった？いやもう雨も強風もやばいし無理すぎってなった。本当に、あと低気圧やばすぎ、あと湿気で髪の毛爆発しすぎって感じです。今日のまとめ以上。終わり。今日のまとめです。こんばんは。喉と鼻が終わってるけど元気元気。白目、え、大丈夫？私も先週までめっちゃ喉やばかった。今ちょっと楽になった気がするけど、気がするだけで多分完璧に治ってないんだよね。やばすぎ、気をつけよう、お互い。こんばんは。今回はお掃除女子イベなんですね。そう、なんか3位までなんかあるらしいけど、あまりみんな順位気にしなくていいよって言ってたんだけど3位にいる。ありがとう。3位2位1位って一応何かあるみたいだけど、まあ気楽に行こう。今日にゃんこバッジもらった、早速つけました。だってマジ、あ、ほんとだ、つけてる。にゃんこのアイスのやつね、かわいい。かわいい。ショールームメダル、限定メダルだ。たけさんこんばんは、のぼせに来ました。ありがとうございます。こんばんは。今日やばいだよね、今日の天気終わってる。本当に爆弾低気圧もいいところ。昨日の夜から今日にかけて気圧にやられておりました。やっぱさ、昨日の夜からおかしかったよね。私今朝さ、あれだもん、寝坊しそうになったの。いつも起きたい時間プラス10分ぐらいで起きて、やばいって言って15分で家出た。やばすぎ、15分出られる私もやばいんだけど、起きてやばってなった。クラッカー5枚一気に食べては持っていけないほどの湿気、おもろい。本当に、こんばんは、やっほー、じゃげー、やっほー、こんばんは、こんばんは。気圧どころかシンプルに風圧で倒れそうになるぐらい。本当だよね。明日は収まんのかしら。でも今日の夜もなんかね、荒れるっぽかったから、ちょっと静かに寝たいんだけどって思ってます。爆弾おにぎり好き、関係なくておもろい。爆弾ね。こんばんは、どうもどうも。今日の昼間映画見に行ってきました。雨は大丈夫です、いいですね。こんばんは、のぼせに来ました。ありがとう、みんなたくさん
ラブレターとかハートとかなんかラブみたいなやつとかいろんなギフトありがとうございます。一応言っておくと今回のイベントはなんかギフトの指定がなくて一応書いてあるんですけど、そうなんか丸々集めてますって形でやってないので、あの何投げていただいてもレインボースターでもキラキラ星でも何でもかんでもポイント入るみたいなので心配しないでください。え、突然なんかサイレン鳴り始めた、怖っ。何？救急車？え、音でかっ。え、窓開いてる？パトカー？救急車？パトカーか？わかんないけど、まだ開いてる？まだ開いてないよね。閉めたんだけど、怖っ、びっくりした、うちかと思った。こんばんは、どうも。え、怖っ。え、無理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 、うるさいからちょっと行った。びっくりなんだけど。確かになんか倒れたのかな、その看板とかね、ありそう。あ、結婚して投げてる。結婚してなんか投げてた。ダメです。でも結婚してもポイントになるのでありがとうございます。結婚してもちゃんとポイントになるから嬉しいんですけど、結婚しての答えはダメです。一貫して。カッシーさん100回目の訪問ありがとうございます。 Thank you。 ごめんね、絶対私がわーって騒いでる間に。こんばんは、じゃげー、やっほー、こんばんは。こんばんは、こんばんは。すごいなんかめっちゃ来てたコメント。いや本当に本当にね、え、マジでやばい。今日の強風と雨と低気圧はいい加減にしてくれっていうぐらい体がだるくてやばかったんですけれども、なんとか持ち直したのは理由があって、お家に着いて今日もご飯を食べた後にあの気絶するように寝落ちました。本当に記憶がないんです。はい、7時半から9時までの9時過ぎぐらいまでの記憶がない。はっ、気づいたら9時過ぎてました。これはまずいと思ってすぐにお風呂に入って Now です。ゆうたパパさん100回目の訪問ありがとうございます。これからもたくさん見に来てください、お願いします。台風もう上陸したかのような、本当ですね。落ちるのって気絶らしいよね。そうなの、やっぱり寝落ちて気絶なの。だって落ちたん、完全に気絶したん。なんだかんだ一番回復する寝ることね、本当にそう。お、すごい、ラーブって書いてある。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ゆうたパパさんでした、ありがとうね。みんなキラキラとか流れ星のやつとかハートとかいろいろありがとう投げてくれて、リップのやつとか。あー、わかります、帰ってきたら寝てしまう。そうなの、なんか帰ってきてご飯食べて落ち着くともうダメね。そう、ご飯食べて落ち着いてはーってなってテレビ見てたつもりなんだけど、いつしか番組が変わっていたりとか動画が終わっていたりとかで、
あれもしかしてめっちゃ寝てたかもしれないってなる。胃薬飲まないで平気、あれかな、食べてからすぐ寝たって言ったからかな。平気、なんか胃が元気になりました。いててて、胃は元気なんだけど今めっちゃ腰痛くて、ちょっと早急に整体行きたいって感じです。こんばんは、伸ばせに来ました、ありがとう。今日大阪めっちゃすごい雨でした。そうなんだ、でも絶対こっちに来る、それが。こんばんは、やほー、こんばんは、こんばんは。すごい、なんか今日この時間帯久しぶりだからかわかんないけど、こんなになんか一気にいろんな方見に来てくれてたっけっていうぐらいコメントが早い。この前椅子に座ってる時に寝落ちして椅子からも落ちて大丈夫しばらく痛かったよ、気をつけてね。だいぶ痛い、それは。だって寝落ちじゃなくて落下だもんやばすぎ、気をつけてよ本当にただの落下だよそれ私も気をつけます。私の寝落ちはソファーで寝落ちました。床で寝ないようになったの進歩ですよ。はね、床に近いところに多分このソファーの座椅子があるからだと思います。やーほー、やほー、これが本当の二段落ち、おもろさっきニュースで鹿児島で雨の映像が流したけどすごかった。なんかさ、梅雨とかじゃなくてもう台風だよね絶対これ。やめて、たけちゃんお疲れ様。大雨の中サカナクションさんのライブに行ってきて、リアルシカせんべい来た、聞けた、すごい。この雨の中行ったのお疲れ様だね。行き帰りでは疲れるでしょ。いいね、リアルシカせんべい聞けた、めっちゃ面白いけど、いいね、楽しかったようで何より、最高やん。じゃげー、やっほー、リアルシカ全部おもろいよな。リビングがフロアマット敷いた上にカーペット敷いてて、もうそれはベッドなんよって。あー、割とふかふかだね、それは寝れる。突破隊みんなご無事ですか。うっかり傘なしで出たのは無謀な一日でした。やばすぎる無謀すぎる。大丈夫、今元気、風邪ひいちゃうよ本当に。あったまってね。台風のレポーターするの子供の頃の夢だったりしました。あれね、こういうやつね、こちらはバコンみたいな傘持ちながら、どこどこから中継です、ブーンみたいなやつですよね。あれはもう今じゃ絶対やりたくないです。子供の頃はすごい、こんな風の中当たってられるのとか思ったけど初サカナクションさん楽しかったよ。いいな、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 いいな。リアルシカせんべいはせんべいなのでは、はそれはそうワイも傘なしで出ました。そうでしょう。サカナクション幕張 2days 参加したのに来月また名古屋 2days、 すごいね、行きまくりだね、最高だね、素敵本日人生初の1ヶ月かな、劇場公演5回目でした。やばすぎめっちゃ入ってる、すごいね。こんばんは、やほー。いや今日あれだよね、マジでその雨も風も強すぎてさ、傘諦めるほどではあったからさ、確かに無謀な挑戦だったかもしれないけど、傘持たなかったぜが正解だったところもある。私もなんかもう諦めて傘ささないでた時ある、風強すぎてね。23日連続配信中だって。
1週間やったら30日でわーいってやつなるんじゃないね、すごい意図せず30日毎日配信ジャケちゃんのおかげでサカナクション知れたからハッピー最高。これからもうちらのテーマソングは新高島平でいこうね。鹿せんべいだよ。わけわかんないフ欧米では傘なしが標準らしいですね。らしいよね。でもなんかなんでみんなそんな元気なんだろう風邪ひかないのかなわけわかんない。ズボンの裾とか靴下とかびちょびちょになるのが憂鬱です。そう本当に私もズボン乾かしてるな。ビニール傘そしたら骨組みだけ残ってビニール飛んでった人見たことある。悲しい。ビニール傘こそ壊れやすいから刺さない方がいいよ。刺すんだったらカタログ通販でカッパ買うか迷ってるけど送料かかるし試着できないから尻込みしてる。あるとね便利かなとも思うけどさ、なんかどうなんだろうって思って、私もなんだかんだずっと来てない。幼稚園ぶりぐらいになっちゃう。韓国に遊びに行く計画はないんですか？すっごく行きたいんですけど、ちょっとまだ直近ではないかな。すぐに行く計画はないんだけど、え本当に行く気持ちだったらもう今すぐにでも行きたいですはい。でもなんとか今年は絶対まだ行きたいですね。あと 1,2 回は行きたいです。さすがにそんなしょっちゅうはいけないけど、また行きたいです今日にゃんこメディア届いて、あそうそう聞きました。他のファンの方も言ってたよ。つけましたか？あのつけてる、かわいいアイスのにゃんこがあのサバとかマグロとかだとハズレーって出てたやつあるじゃないですか。あれの当たりが出た人たちににゃんこのメダルが付与されたみたいです。かわいいいいな。面白い。イギリスのレインコート買ったけど着ながら傘差します。結局ね、私も韓国行きたい。いや本当にそう、私も韓国行きたい行きたいよね。行きたい、私も行きたい行きたい行きたい。お土産で韓国のりお願いしますって、韓国のり配布イベントやろうかな鮭温泉が皆さんに韓国のりを配布します。限定50名早い者勝ちなんだそれってそんなにいいのですかって書いてある。やっぱ距離的にも近いからフライトも短いし、それに日本語を対応してるところ、対応っていうかまあなんかそんなに相手の方が日本語喋れなかったとしても日本語のメニューとか日本語のカタログとか日本語の冊子とか置いてあるとこも多いし、街の表記も日本語多くなってたので、あの昔ね韓国行ってたなんか親の話とか聞いてる分よりもってことで、そうもうなんか日本人過ごしやすって感じだったからハマっちゃう。うん、そう本当にだし食事も美味しいし、あれはハマるね。韓国と台湾ってハマる人ハマるよねって書いてある。台湾も行ったことないから行きたいですね。はい、とても海外行きたいな。まだまだ今年もいっぱい旅行行きます。頑張る。旅行のために働く
はい、頑張ります。鹿せんべいに韓国海苔を巻きましょう、わけわかんないコメントになってくる。韓国って物価どうなん？でも正直もうなんか円安が激しすぎるがゆえもう全然関係ないです。正直別になんか安いとも感じないし、なんなら普通、なんかまあバカ高いとかはないですけど、それこそ観光地価格みたいなのは日本もあるじゃないですか。そういうのはどこ行ってもあるとは思うけど、なんか何かと比べて特別これは安いなっていうのはあんまり感じなかったかな。ただなんかウーバータクシーとか、あのカカオタクシーだっけ、思い出せないとか、自分が目的地伝えるのが苦手だからアプリ使った方が絶対楽だし、あのアプリ使った方がタクシー絶対捕まるので使ってるんですけど、アプリをなんかに同じ単語何回も繰り返しちゃった使ってるんですけど、なんかそれの初乗りとかは安いので、そうそう、そこはなんかこう旅してるこちらとしては助かるなあの気持ちですね。タイもベトナムも楽しいですよね、行きたいよねって感じ本当に。そう、あとシンガポールとマレーシアも行きたいんですよね。お、サトシさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。そして突破隊が344人になりました、ありがとうございます、感謝です、ありがとう。344人、そして3ヶ月連続ということで、また来月もよろしくお願いします。お待ちしております。茶器温泉でゆったりまったりと。海外行くときは Wi-Fi 借りますか、 SIM カード買いますか。 SIM カード買う方だな。どっちがいいんだろう、結局安さとかそういうの考えると。わかんないけど SIM カード派ですね自分は。海外で1000円以下で美味しいもの食べるの難しいかも。そうだよ、サイゼリアみたいなのはないよなかなか。すぐサイゼ出す。お、風と海とさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとうございます。2ヶ月連続やったー、ありがとう。突破隊345人になりました、ありがとうございます。イエ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 イ、また来月もよろしくね、ありがとう。345人だ。事前にアマゾンで SIM 買うのが最安と思ってます。やっぱそうだよね、だよね、SIM カードの方が断然いいですよ、だよね、多分そうだと思って SIM私この前 eSIM 使った、なんかスマホ内でもう買ってそのまま着いたら設定してってやるやつ、それにしちゃった。でも楽だった。お、エディソンさんの100回目訪問が出ました、ありがとうございます。のって言っちゃった。エディソンさんが100回目の訪問ですね、ありがとうございます。なんでこの助詞を間違える日本人いる。でも読めばいいのに。大丈夫、私も頭回ってる。ありがとう100回目、またこれからもたくさん来てね。
よろしくお願いします。現地で使えるシムを購入するの、ああそうそうそう、なんかそんな感じ。あんまり自分も詳しくないから、もうおすすめされるがままにやってた。さけちゃんよくわからない間違い方するよね。それね、大丈夫かな。それもさ、もうコメント書いたんだよね。コメントとして私のこのコメ欄、タイムラインにしっかり文章書いてあるのに、なぜその間違い方をするって時たまにありますよね。しっかりして。本当にわざとじゃない、わざと間違えられないでしょ、なかなか。わざとは間違えられないですよ。逆に、ジャケちゃんはライバーですか？なんかライバーっていう枠にはなってるんですけど、わかんないです、私はライバーなのか。ライバーなのかライバーではないのか、それは皆様のご想像に、なんで。ご想像にお任せします。おっつー、やっほー。今度は何のイベント、なんかお掃除のイベント。お掃除のイベントやってて、1位2位がなんかコードレス掃除機、すごいコードレス掃除機、まあすごいコードレス掃除機、3位がなんかマイクロファイバーシート10枚20枚、わかんないみたいなやつなんだけど、他に参加したい面白そうな季節のイベントとかがなくって探した結果、お掃除が大好きなのでここに到着しました。あのいつもの紫音符みたいなやつはないので、そう、一応ギフト指定なしですって書いてあります。ライバーだと思いました、私のこと言われてる。会社員、会社員さんです、正解です。2位と3位の格差すごすぎんか、え、本当にそう思った。なんかめっちゃすごい掃除機、結構すごい掃除機、まあすごい掃除機ってしてくれればいいのに。ね。え？会社からラジオ配信を始めたらプロライバー、やばすぎ、会議室取ってとかやんの。えぐ。よし、明日お掃除しよう、お掃除しよう、みんなお掃除は楽しいよ。私もどんなに忙しくても絶対に掃除機はかけるし、なんだろう、例えばテレビの上の部分とか棚の上のところとか、なんかよく冷蔵庫の上とかレンジの上とかたまりがちなところ、窓のサッシみたいなところとか、絶対そのそれこそマイクロファイバーシートで。クイックルワイパーだっけ、なんだっけあれ、モコモコのやつは、ウェーブくんみたいなやつ、あれで必ず毎日お掃除しているので、はい、お掃除女子を名乗るのにはだいぶふさわしいのではないかと思います。はい。しょぼいわ、草やばい。3位が雑巾がけ、ウェーブくんじゃないのかな、雑巾なのかな、これ3位って、わかんないけど。でも3位がいいのよね今回。3位がいいっていうか、1位2位だとしたら掃除機を取り替えられるから嬉しいって、で3位だったらいつも使ってるやつがもらえるから嬉しいって感じです。まあ、なんかせっかくだったら3位以内の方が参加してる分には嬉しさはありますけど、とはいえなんか季節のやつでいつもみたいにこれ集めますみたいな感じでやってるのとはちょっと違う感じのイベントだし、参加者も少ないので
なんか何とも言えない、 どのぐらいのテンション感で、どれぐらいの勢いで、どれぐらいの方がどれぐらいのガチ感でどれぐらいでやってくるかわからないから何とも言い難いですけど、あんまり自分は気にしてないです。ただなんかイベントとか参加してポイントをなんかこうやって可視化しないと、あんまりなんかこう配信のモチベも上がらないところもやっぱ若干あるので、何かには参加したいなと思ってエントリーはしてます。はい、そう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 、今回はポイント縛りはなくて順位だけでいいので、そうそう、なんかあのカラオケイベントとかは1位 ×120万ポイントだったらこれ、2位 ×120万ポイントだったらこれとかあると思うんですけど、そのかける何々みたいな、その何ポイントいかないとっていうのはないね。順位だけみたい。結婚して集めてまーすでええんちゃうだってやばすぎ、ゆるがちで、皆さんゆるくやってるから大丈夫よ。なんかそうっぽいよね、私もゆるく11時から配信してもう2位に届きそうなポイントになってるから、そんな感じなのかな。アドマチップに乗りたい人がガチベにしてる感じかな。そうなのかな。でもなんかアドマチップっていうやつ乗るとしたら私乗せられるものがない8位 ×4000万ポイントだったらショールーム選抜やばすぎ、今考えてもえげつない、インフレやば結婚して集めてますって言って全部断られるのおもろいな確かにみんな結婚して集めてるよ、みんな結婚してのギフト投げてねってお願いしますって言ってるのに、バーって来てるやつ全部見て、ダメです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 やばいやつやん参加者そんな多くないってことは、 Y も配信アカウントを作ってチャケぶち抜いたら掃除機もらえるんかな。え、そうだよ、絶対そうだよ、そういうことだよ。 Y もアカウント作ってなんとかこうぶち抜いて2位か1位になったら掃除機もらえるよ。1位になっちゃう、突破隊が1位になっちゃうやばい、突破隊が茶毛温泉と同じイベント参加して1位だったらめっちゃ面白いけど、初めて聞くけどそんなの推しメンのイベントに参加してみたの意味が違うのおもろ結婚してイベントは来月ワンチャンありそう、ジューンブライドにかけてみたいな、なくはないな、ありそうだよなっていうこの顔です弟子が師匠を超える的な、なんか分かんないけどいつから弟子なの突破隊めっちゃ面白いんだけど、突破隊を応援しよう、どんな流れ「アレクサだったらどう答えるんだろう、結婚して」に対して。確かに「シリ」はなんて答えるんだろう推しメンと直接したいけど、ギルバと再び懐かしい。梅雨に結婚式なんてしない方がええで。そうだよね。でもなんかジューンブライドっていうものに関して、なんでジューンブライドなんだろうねって言って、なんか調べたんですよ最近。そしたらなんだっけ、そのもともとはヨーロッパの方のなんかあれだよね、風習で、でなんか
6月までだから5月までの3ヶ月間かな確か。そう345がなんか農作業が忙しいかなんかで結婚式が挙げられないだとかなんだとかみたいな、だから季節がどうのこうのなんかね結婚式 NG みたいなね禁止みたいなのがあったっていう噂でも確証ないんだって、証拠みたいなの残ってないらしいんですけど、そうなんかねその結婚式挙げられなかっただかっていうのがあって6月にやっとその忙しさとそのなんか禁止みたいなのが解禁されるから、それ待ちわびてた人たちが6月にこうわーって結婚するようになってジューンブライドっていうものができたっていう噂なんですよね。なんかそれが正しいのか分かんない、諸説ありますって感じなんでしょうけど、なんかそんなの見ましたよ。でなんか日本にそれが入ってきたのがいつだったかな、調べたんだよな、1960年代とかだった気がする、割と最近で、その頃にまあバレンタインと一緒でなんか日本は梅雨だから結婚式あげる人は全然いなくて、なんかブライダル系のお仕事されてる方々がさ、やっぱり売り上げ落ちるわけじゃないですか。そこでなんかホテルどこだっけな薄い記憶、大倉だったと思います、がなんかブライダル系のそのだからジューンブライドにのっとったなんかイベントじゃないですけど、それの発祥というか発端というかになったみたいで、日本でもジュンブライド広まったみたいなだったと思う。そうなんかすごい気になって調べましたね。ガッチガチに調べてる、そうガッチガチに調べてみた、なんでなんだろうと思って、そう気になって調べてみました。タナチ先生がいる、消されるぞ、え土曜の牛の人同じシステムなんですね。そう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 、あるあるです。チャケクサアレクサのさ流れでさ、チャケクサっていうとさなんか臭みがすごいじゃん、なんか臭みって言うと匂いに見えるけど臭じゃんやだよね、茶毛臭、あまりにも臭あまりにも臭幸せになれるとかそういうのではないんだね。ね、でもまあなんか待ちわびた人たちが結婚式を挙げて幸せになろうねっていうのが多かった月って思ったら、まあなんだろう、まあいいよねっていう感じじゃないなんか6月が特別こう意味を持って幸せを運んでくれるとかそういうことではないみたいですね。バレンタインとかアフターゴールデンウィークみたいなもんねアフターゴールデンウィークみたいなもんですね。バレンタイン恵方巻きもそうだよね。そうですね、同じです。チャケ草じゃなくてアレチャケに変える、アレチャケ、アレチャケ荒れてる草ギフト常設してほしい。それね、今の流れ絶対もう草草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 草じゃあゲーグザーって何や、それは何やつですかじゃあゲーグザー言うたもん勝ちなんだね。確かに、じゃあ何でも作れるね、これにのっとって今日は〇〇の日だからみんな一緒に何々を作ろうとか何々を食べようとかやったら作れるんだよ
ギリシャ神話に登場するジュノから生涯幸せに暮らせると聞いたことがあるよ。そうなんだ、面白い、いろいろあるんだね。こんばんは、やっほー、皆様こんばんは。に夜遅くに集まっていただきありがとうございます。今日はご飯を食べた後に2時間昼寝というか夜寝をしてしまったので、その後お風呂に入ったらこんな時間になりました。すいませんね、いつも最近早めの配信だったんで、油断してた方、始まってるってなった気がします。眠すぎて7時台に風呂入ったのにもうこんな時間だ。わかる、本当に私も7時台6時台とかにもう即風呂ってやっても、なんだかんだ0時ぐらいまで起きていたりします。わあすごい、いろんなギフトありがとう。もう音符、ハート、キラキラ、リップ、ワイありがとうね。うれしみ、のぼせに来ました、ありがとうございます。女装式をしよう、みんなあと3日で除隊だね、バイ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 、あ4日後よろしくね、帰ってきてね、お願いします。6月1日みんな帰ってきてね。さようなら、だけじゃん、バーバイバイ。いやバイバイだよ、3日後。除草剤まかれるやめて、みんなが草になっちゃう、それはさすがに。今まで茶毛草って言って私が草だったのに。その除草剤撒いたらもう自殺行為になっちゃう、みんなが草です、そしたら。もうさ、読めないコメントやめてくんない。本当に。いや本当に他の方もね、わらしかコメントできてないが今。本当に、あー早く再入隊できるように頑張ります、ありがとう、待ってるね。潔く除去されます、じゃあ除草剤撒いときます。葉っぱ隊に名前変える、なんかやだ、葉っぱ隊もなんか違うじゃん、やっぱそれは。体調が草なら隊員も草、いつから草になったの、うちら雑草魂みたいな意味で捉えたらいいけど、うちら草なのやだ。やばすぎ。こんばんは、やっほー、こんばんはに。何、分かってるから読まない能力がすごい、どういうこと。さすがに読めないでしょ。まあでも確かに何も知らないで読んでしまった時読んでしまった時自分だけ何も分からず、周りからやばやつ的な目をされて終わってしまう時なっちゃう。伸ばせに行きました、ありがとうね、やっほー。読まないのにどこ読んでるのか分かるのもすごいけど、そうだよ、これこそ察してだよ。はい、察して。こんばんは、やっほー、悲しい時、あ、危ないコメントはちゃんとスルーしてもらえる安心感のおかげで私もここまで来てしまいました。
到達。分からなくても米は回避回避。怖っ。除草剤家の周りに撒いたら10分とかで草が枯れてびっくりした。そんな強いの？やばいね。みんな10分で枯れるけど大丈夫そう。みんな草だったら除体式ならぬ除草式って言って撒いたら10分で枯れるってみんな。10分だ。バイバイ。でも10分で生えてくるで。そうだよ。このルームの場合10分で枯れて10分で復活してくる。おもろい。3日後巻かないで枯れ草。おもろ。弱めな除草剤で10分で枯れちゃうんだ草。やばいね。すごいね。なんか人間ってこう全て制してて怖いわ。やばいけどそれでも入ってくる草の強さ。そうだよ。みんなも10分で復活してこないと草の強さを。あおもろい。死んじゃう。コメント欄見て。雑な扱いには慣れております。だって誰がいつも雑な扱いしてると言っとるんじゃ。私はしてないわよ。ミントだっけ。すごい生命力なんだよね。そうなの。やっぱりあの匂いや香りというか風味というかそれと同じぐらいやっぱ生命力強めなんだ。やっぱハーブって強いんかな。そしたらね。確かに。そう、葉っぱ体復活して1ヶ月伸び続けるもんね。そうだよ。もう草と思えない。木になってるよ1ヶ月だったら。月初めに除草されてもすぐ生えてくる。そうです。皆様今月も345本生えました。あ、なんか2位になった。すごーやばすぎ。なんか10万ポイントぐらいあった気がするけど差が。なんだ、こんな時間に LINE 来る人いる？違う、なんだこれ。そうなんだ、こんななるんだ。LINE じゃなくて超懐かしい。去年の TIFF のなんか JKT のフレアちゃんが投稿してたやつ、私タグ付けしてくれてたやつにコメントしたやつに、私がコメント欄にコメントしたやつがなんかあのファンの方からそのコメントをいいねされて25いいねがいったよっていう通知来た。こんなことあるの。あなたのコメントに25人からいいねがつきましたっていう通知が来た。インスタからこんなのあるんだ。へえ、おもろい。っていうか2位すごいね。ありがとうございます。今のとこあれ超すごい掃除機、すごい掃除機のそのすごい掃除機のところにいます。マイクロファイバーシートじゃなくなっちゃった。YouTube とかもコメントにいいねつけられたりすると通知くるよね。あ、そうなんだ。私 YouTube 人のやつにコメントしたことないかも。そういえばそういえばそういえば。そしてハーブの話出たけど今足裏に蒸気じゃないよ。足裏に蒸気でアイマスクやばすぎ。なんだっけ、
足裏のリラックスシートみたいな、足つぼリラックスシート貼ってて、今部屋の匂いがミントです。部屋にミントの香りが漂っているって言おうと思ったら間違えて、いつもあの蒸気でアイマスクみんなからもらったなと思って足裏に蒸気って言っちゃった。違う間違えました。足入りらシートでした。ありがとうございます。お、ユーフィーユーフォーさんかな、ウーフィーユーフーさん。どっちなの。でも嬉しい、初めてなん、ファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。やったー、 Thank you。 ファンオブ48グループ from インドネシアって書いてある。嬉しい、ありがとう。突破隊が346人になりました。ありがとう、 Thank you。 嬉しい、やったー、突破隊、葉っぱ隊。そう、今シリラ効果どんなもんですかってあるけど、結構これマジで効果あるの。なんかなさそうじゃん一見なさそうだけど、私がずっと長年愛用してるだけあってですね、効果を感じます。つぶつぶ付きのやつを今足裏に貼ってる。なんか痛い、最初痛いんだけど、そうある程度なんかその痛くなくなった頃ぐらいに剥がしてる、いつも。これいいんですよ、とても。昔足裏に樹液シート貼ってました。なんかね、一緒だよね多分、あの効果的なものは。そう、つぶつぶのやつ痛い、足裏結構ちゃんと、だって針みたいになってんの先とんがってる。あくまで個人の感想です。そう、あくまで個人の感想だから、今私は効果あるなって思ってるけど、ないかもって思う人もいるかもしれない。でも休息時間で思い出した、そう、休息時間大好きです、私。そうそう、今夜は徹夜っぽいので退散しますね。大変、頑張ってね、いってらっしゃい、ファイティーン。マグネループ買うの忘れてた。買った方がいいよ、つけてない時に時間するから。マグネループも、そうだから、これもシート貼ってる時には効いてるわみたいなのはあんまりないんだけど、で翌日とかだと朝まで貼っといて、朝ベロンって剥がして、なんか動いた時にあれ足軽いかもみたいになるんですよね。マグネループはマグネループで、つけてる時は効いてるのかなこれって思うんだけど、外した後だる、重、効いてるやん、効いてたんじゃんマグネループみたいなことで、マグネループはないと困るのよね。そうなんですよ、失って初めて気づく、なんちゃらなんちゃらです。お疲れ様です、お疲れです。あと5分で年越しという名の日付越えです。早い、もう0時になっちゃうんだって、やばすぎ。今日変な時間に、7時から9時とか微妙な時間に寝ちゃったせいでさ、若干眠気が。おいおい、しっかり寝させてくれよ大滝ひとみ殿。このルームは徹夜はやばいです、無理無理徹夜仕事無理無理、死んじゃう。それも火曜日から水曜にかけて徹夜で配信するとか、なんでそんな自殺行為を。あ、結婚して、結婚して、結婚して、なんか知らんけど結婚していっぱい
ダメです。いつ何時も結婚して結婚して結婚して、ダメですダメですダメです。 NZ なんかすごいネイルパーツでかダメです、痛ダメです。あ、また結婚してダメです。 NZ です、ダメでしょマグネループのような隊員になりたいですね。だって、いるときは大切さに気づかないとかでいいの？いるときから大切さに気づかせてくれよ。さすがにいなくなってからみたいな、いなくなんないでくれよそこは。今になって頭がギュンと詰まってきた。大丈夫かい？私はまだ元気なんだけど、詰まっては来なさそうだけど、なんか低気圧かなのか分かんないけど眠さが来そうです。なんか寝られるんかなって思ったけど、コンタクト外した瞬間に眠さが来そうです。あ、結婚してダメです、ダメです。押せるときに押せみたいなね。でもさ、みんな、私もアイドルじゃないから卒業がないからさ、押せるときに押せって言っても、もうなんか押せなくなるときって逆になんだろうね。 SNS ってさ、なんかもう正直今いくつの人でもやってるじゃん。だからさ、いなくなるとかあんのかな。ライフスタイルが相当変わったりしない限りいなくなったりしないけど、だからといってさ、なんかさ、普通にね、おじいちゃんおばあちゃんになっても投稿してる人いるし、ペットアカウントとかやってるような人もいるから、むずいよね。なんかね、不思議。あ、結婚してダメです。なんか結婚して増えてるんですけど、ちょっとダメです。いる方が鬱陶しい系オタク、おもろすぎ。コンタクト外すとスイッチ切れるよね。メガネもそう。え、本当にそう。コンタクト取った時のスイッチの切れ具合はやばいけど、メガネはメガネに変えた瞬間、コンタクト取ってメガネ生活が始まった瞬間、眠気が来る。メガネ自体がもう眠いね。そう。ボケれる時にボケだってことですね。みんなよろしく。結婚出産したら配信大変そうなイメージ。まあさすがにそこまでいったら配信はしてなさそうだけど、なんか SNS ってもの自体は持ってそうじゃない？インスタとか。そうそう、そういう意味で言ったらね。お、年越しだー。明けおめー、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。おせち食べなきゃ、お餅食べなきゃ。2150年、やばすぎ。明けおめー、今日よろー、今日よろー、明けおめー、今日もよろしくお願いします。イエーイ、今日よろ今日よろ、疲れ様んさ。そういや12時以降もいけるんでしたね。最近12時超えて配信してなくない？え、最近さ、なんか12時超えて配信してないよね、私って。結構なんか早めの時間にやってたわ。っていうか多分充電やばそうだから差し込んでおきますね。ピコン。あ、結婚してまた見えた。ダメでーす。 ND。 だからかだんだん眠くなってきました。そうだよね、この時間までやってること最近なかったわ。
生誕生までラスト1ヶ月ね、やばーい、1ヶ月切っちゃった、自分の誕生日まで、どうしよう、やばー、やばすぎ。早寝早起きになったんですね。まあね、でも早寝って言っても1時とか過ぎるからな、2時手前とかだけど、早起き、早起きは早起きだね。うんうん、こんばんは、やっほー、仕事終わって帰ってきたら明けおめでした。やば、遅いね、お疲れ様のさ、直しに来ました、ありがとうございます、こんばんはに、こんばんはに一時は早寝だよ、そうだよね、やっぱ同じ感覚の人がいて安心した、一時は早寝中の早寝、そうだよねやばすぎ、こんばんは、どうもどうも、お会いしに来ました、あ、すごいね、ありがとうございます、0時を過ぎたからかいろんな人がルームに来ました、ありがとうございます、改めまして茶気温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします、ゆったりまったり配信してるんで、もしよかったら応援してくださいね、まだルームフォローしてない方はぜひお願いしますあ、くしゃみ出そうで出ない、くしゃみが出そうで出ません、残念、今年の工場やば、津田沼に誰かいるやばすぎ、早く寝ると金縛り地獄になります、うわ辛いねそれ、金縛り私も何度かあるけど、相当ストレス溜まってる時とか疲れ溜まってる時だけだったな、最近はないや、茶気温泉はグループ名ではありません、定期定期くしゃみね、出さないと気が済まない派、出ないんかい、いやもう出ないんかいの気持ちですだからなんかこうやってわざと風を送ってくしゃみ出してる時ある揺れたり震えたり近くやってやばすぎ、どんなルーム、揺れたり重力新橋は本当にサラリーマンになっちゃう私の家族カムブレスケア食べるたびにくしゃみしてる、そうなの、私ないなそれ、でも書いてあるミント系からのくしゃみめっちゃわかるって人いる、やっぱ香りなのかな、鼻に抜けるときにくしゃみ出ちゃうのかな、ていねていねていねに描くと揺れたり震えたりしかせて今回のイベントは一回掃除しなきゃいけないとかの縛りはないので、さすがになかったでも普段から仕事としてほぼ家の中での仕事と思って掃除してるから許してくれ、今私の周りにはホコリや髪の毛が一つもない、最高です、わーい、手入れ手入れ手入れおもろ、今回のイベントのようにあ、え、待って、本屋の匂いでお腹痛くなる人とかいますよねってあるけどさ、私本とかさ、あとあれインク、コピーとかするようなインクだったり、あと新聞紙だったりでくしゃみ止まらなくなるの、
なかなか紙なんだよね。そう、教科書とかもなんか、あとテストの紙とかもうダメだった。あるよね、あるあるだよね、やっぱそうだよね。今思った、鼻水止まんないんですよ。で今でもさ、やっぱりさ紙はさすがに使うわけ、お仕事で。そうだから、くしゃみと鼻水止まらないんだ。インクなのかな、あれって紙なのかな、インクなのかな、インク。そう、印刷したてのプリントとかとりあえずかがんってどういうこと。かがないよ、かえなら私もうクシャン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 になります。やっぱインクか、あれ。そう、わらばんしの匂い好きでした。わらばんしが一番くしゃみ出るんよ私。もうファーンってなる。なんかわらばんしみたいなやつでしかテスト作ってこない先生いたんだよな。やめてほしかった。常に鼻セレブみたいな、あのちっちゃいティッシュをテーブルの上に置いてテスト受けてました。わらばんし懐かしいよね。わらばんしって単語なんか中学生ぶりぐらいに聞いた。本当にいただき物とかの包装紙ダメな人、はい私です。苦手、くしゃみ出るわ。え、最近洗顔するとくしゃみ止まんなくなる。これは私固形石鹸ダメなの。え、あのなんかなんだっけ、そう牛乳石鹸とか固形石鹸がいいよってなんか言われてた時とか、あと実家でそれ使ってた時とかあったんだけど、私だけくしゃみ止まんなくて、もう風呂どころじゃなくて一生くしゃみと鼻水止まらないから、そうなんかわかんないけど固形石鹸に割と反応しちゃうんだよね。これは不思議、成分なのか、なんかその商品の成分だったのか、固形石鹸の何かがに引っかかってるのかわかんないんだけど、ボディーソープに変えて、液体のやつに変えてからお風呂入るようになったら全くくしゃみ出なくなったの。わかんないけど、そうなんか不思議。不思議不思議。バラバンシ。バラバンシ半世紀ぶりに耳にしたい。めっちゃおもろいな、わらばんしやば。また半世紀使わないわ。そう石鹸もいろいろあるからね。そうなんだよね、なんかの香りがトリガーなのね。なんだろう、わかんないけど、わかんないっすね。書籍のインクには便意を催す成分が含まれていると昔テレビでやってた。そうなんだ、面白い。それはないんだけどくしゃみなんだよな。アレルギーかそれは、単単に。わらばんし、シャーペンで書くと避けがち。おもろ。スペースゴーさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとう。あ、初めてだ、嬉しい。初めての突破隊ありがとうございます。突破隊347人になりました。ありがとう、嬉しいです。初めてだ、これからも応援してね、よろしくお願いします。やったー、わーい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 、ありがとう。面白い。
今はラバン氏の方が白い紙よりコストかかるらしいよ。あの時の年配の社会科の先生に教えてあげたい。なぜかあの社会科の先生いつもわらばんしで印刷してきた。消しゴムで消そうとしても避ける。めっちゃ面白いんだけど懐かしい。チャケのアレルギー反応は学校アレルギーとも言える。本当にそう。テストアレルギーだって教科書のインクもダメでさ、テストの紙もさ、インクと紙がダメでさ、なんか大丈夫？ペーパーレスで生きよう。本当に。わらばんし今売ってるんですか？知らないよ、さすがに。わかんない。現時点で今日日本一わらばんし言ってるコミュニティ間違いない。他にこんな言ってるのわらばんし業界の人しかいないと思う。とかわらばんし製造者の方しか言ってないと思う。今はタブレット授業だから大丈夫そうだけど、それはそれで故障とかしそう。確かにシステムエラーとか故障とか電源つかないとか言った時どうすんだろうね。お使いの端末はどのコンロで、え、どうしよう、今ログインできないとこもあるんだけどって言ったらさ、なんか、え、家にあるノートパソコンでログインしてくださいとかさ、デスクトップでログインしてくださいとか言われちゃったらさ、いや、そんなある前提で言わないでくださいとかなりそうね。ヨドバシ、ヨドバシ何でも売ってるのはすごいな。ヨドバシエキスプレス、エクスプレスなんかあるよねみたいな。前使ってたけど最近頼んでないな。やっぱアマゾンが強いよなって感じる。ヨドバシ、ヨドバシでポイントとか貯まりやすいけどね。鹿せんべいがわらばんしなのか、どこでどうなったらそのコメントになったんだ。どういうことだ。何の話してるの。もろすぎ。密林強いよ。何の話と思った。アマゾンか。アマゾン強いですね、さすがに。なんかいろいろ使ってるけど、サイトとか楽天とかアマゾン早すぎて。もしに来ました、ありがとうございます。こんばんは。アマゾン代引きやめるらしいよね。あ、そうなんだ。でも代引き使ったことないな。石鹸、小麦成分含まれててアレルギーを起こす可能性書いてあった。他の成分もありますの注釈もあり。そうなんだ。でも小麦か、小麦の匂いがダメなのかな。小麦は毎日食べてるけどな、不思議だ。後で調べてみよう。しっかり読み解くの。草おじさんがいる。ヨドバシ数時間後に来るからたまに使います。すごいよねあれマジで。本当にヨドバシは神、神言われとる。神、無理無理、カニパン NG とか言わんといて。カニパン食べられなくなったらもう人生の終わりかもしれない。そう、小麦大好き芸人だから。
無理無理。知らぬ間におじさんがいる。やだな。喉味がひょっこり話してるんだよね。なんだろう、喋りすぎなのかな。喉痛めてるわけじゃないんだけどね。伸ばし事前に注文しといて劇場に行くときに引き取るときがある。面白い。ついでに秋葉原のヨドバシによく食事に行きます。みんな同じ秋葉原のヨドバシについて書いてた。うん、それすっかり秋葉原とは無縁の生活になってしまったわ。本当に私1月から秋葉原行ってないかも。本当1月ってからか、みんなからいただいたプレゼントをある程度手持ちで持って帰るわよって言った2月ぐらい、2月か3月か忘れちゃったけど、あれ以来秋葉原行ってないや。そういえばグループと無縁になったなどころか秋葉と無縁になっちまった。トゥ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 。へえ、秋葉のヨドバシのレストラン街遅くまで開いてるから使い勝手いい。ええー、初めて知った。ワイも使う買いついでに卒コア入ったが、あれ最後の秋葉原、ああ1月ね。ヨドバシのレストランフロアの休憩所でよく手紙書いてました。ええー、そうだったの。なんか嬉しいんだけど、裏話やん、そんな。5月31日僕対はーちゃんの走行からたった行ってくる。おー、行ってらっしゃい、送り出して元気に、いっぱいコールしてあげてください。秋葉原で遭遇したらびっくりですよ。確かにね、あれ大竹みたいな。秋葉ヨドバシレストラン街、なぜかステーキ屋4店舗おもろ。そうなんだ、ステーキ求められてんのかな。ね、わかんないけど人気なんだろうな、がっつり。だってラーメンとかもすごいいっぱいあるもんね、がっつり系。ヨドバシの上多国籍。へえ、そうなんだ、いろんなお店行ってる。知らなかった、みんな詳しい。秋葉原にもし私がフラって行ったら遭遇するかもね、誰か、みんなみんなの中の誰かに。あれ、でもあら大竹とは言いません。本当言わないの。あら、さけちゃんの卒コイラ行ってないかも。やっぱ意外と多いんだな。なんかほんと分かれるね、たまに行ってますって人はいないんだなって思った。ね、なんか行ってる人はさ、めちゃめちゃ行きまくってるというか、まだ一生懸命グループ応援してたりとかを締めにいたりするんだろうけど、行かなくなった人はたまに行ってるとかではなく全く行かなくなった感じですね。もしすれ違ったら声かけてもいいの？え、いいよ別に。基本なんかあのオフの大竹ひとみさんだから、あのスイッチがオフって意味でね、なんかあの変な格好して変な顔してるかもしれないけど、気づいたらいいよ。エリア的に絶対合わんけど、行ったら絶対声かけそうよ。え、どうぞどうぞ別に。
さっきはプライベートでファンに会った時どういう反応するの？なんかでもね、何度か声かけていただいたことはあるんですけど、その方が嬉しいです。正直なんか後から言われるより全然嬉しいかも。たまにあったんですよね、後から DM とかでどこどこいましたよねって言って、いないパターンもあるんですよ。そう、人違いパターンもいっぱいあったんだけど、本当にいたなっていうのも何件かあって、どこでなんかどのタイミングで誰に見られてたのかなってなるよりかは、その場であれちゃけやんってなった方がってなるからそっちの方が嬉しいです。正直いつもチャキャモセ見てますって芸人さんがラジオのリスナーに声かけられる感じに似てそう。確かにあれあれあれ、チャキャモセさん芸人ですかそう、コメ欄で言われたパターンもあったしね。そうそう、あれは DM とかでもなくて、そうショールームのコメント欄でいついつどこどこにいましたかって言われて、それはいないですよもういっぱいあったけど、いたんだけどでそう本当にいたんだけどってなっちゃう。ちょっとびっくりしちゃうからそう、あとなんか電車とかもあったんだよね。ちょっとびっくりしたけど嬉しかったけど、なんか折り際、相手の折り際に声かけられて、私その時本当にぼーっとして携帯見ながら死んだ目でぼーっとしてたからああこんなのでごめんなさいみたいなそうそうなの、なんかその場合多分声かけるのは躊躇しちゃうとかだったら、なんかあ多分チャケだったんだなって思い出にしておいてもらえた方が個人的にはそうあすってなるんだけど、後からなんかいましたよねはちょっと怖いんですチャケ見かけたら私挙動不審になるとめっちゃ面白いんだけど、こっちが気づくよそしたら面白すぎちょっと離れたところで猫ミームしておくおもろすぎ、こっちから気づきますチャキですか、チャキ温泉ですか、ジャパニーズコメディアンですか、どれでいいか悩むな。スイッチ切れてる時にジャパニーズコメディアンですかって言われた時、私どんな反応しちゃうんだろう絶対わけわかんない顔しちゃう気がしますそうだよね、なんかなんだかんだびっくりしてとかなるよねやばすぎ、見かけたら新宝島ステップで近づいていいですか、怖いだろどう考えてもやば怖い怖い。この前掃除しててチャケの雑誌の切り抜きとか、サイン色紙しまってたファイル久々見返してピエーなった。あ、本当にすごい。見返してたんですか。ちなみに私もたまにあの卒業ある卒業おめでとうアルバムコメント集みたいなやつ見返します。なんて言うんだっけ、卒業カードみたいな、おめでとうカードみたいな、そうファンの方がね集めてくださったやつ、あれたまに部屋で目についた時にやっぱり見返すなーって思う。あれおもろくて、卒業発表した直後ぐらいに出してる人とか、あとはもう卒業公演まであと何ヶ月はあるけどって言ってる人もいるし、なんかもうこれで俺が見るのは最後なんだなと思いましたとか、なんか握手一度は行けてよかったですとか、なんかみんなそれぞれいろんな時期に
コメント書いてて、そう読んでるの、おおってなりました。あー、そうメセカアルバム、そうそうそう、メッセージカード、メセカね、いろんな時期のコメントが集まってた。同期が作ってくれたアルバムもね、あれ素敵だった。本当によくこんないろんな人から集めてくれたなと思って、そう嬉しかったです。なんでメセカも大喜利しといた方が良かったが、なんでなんで。せっかく一度しかない卒業に向けてわざわざ大喜利するの、なんでなんで。メセカって保管されてるの、え、どういうこと。メセカなんかアルバムでにまとめて送ってくださるじゃないですか、それをうちに置いてあります。え、どういうこと、保管されてるのって、捨てるとでも思ってるの。捨てないよ。無事届いてたみたい、男子今分かるやつ。まあね、一個一個全部なんかこう、これが届きました、あれが届きましたってあれか言ってないからね、すまんね。そういうこと、あなた断捨離好きだから、そういうこと、怖いって。断捨離でメッセージカードのアルバム、卒業のメッセージカードのアルバム捨ててたら怖いでしょ、やば、私に人の心ないと思って。え、もしかして、もしかして、あのみんな、みんな私のこと人の心がない人だと思う。ミニマリスト改めサイコパスとか言って大丈夫。え。あ、せいちゃんのメセカもありますよ、もちろん。はい、ちょっとびっくりしたんですけど、どういうこと。思い切りよくいろいろ捨ててそうではある。まあね、それはそう、それはそうですけど。チャケなら卒アルも捨てそうなのじゃないの、本当だよ。さすがに。やばすぎ。まあ何回も見たし、いっかワンチャンいそう。あー、どうなんだろう、そういうのなんかあるかな、思い出系。でも逆に思い出系のものってあんまり物で取って置いてないっていうか、多分そのお土産とかも物を買わないようにしてたり、なんか特別こう置いておくもの、大切にこう保管しておくべきものを自分で増やしてないから、そう、もらったもので大切なものはほとんど捨ててないと思う。うんうん、あるなら持ってきて見せて。でっかいそのみんなからのメセカのアルバムは実家にあって、そのメンバーからもらったやつはテレビの底の下の棚に入ってる。そう、プレゼント一式全部実家に送っちゃったんですよね。そう、特大段ボール4つ5つとかで届いて、そうびっくりした、ありがたい、本当にバカデカ段ボールだよ。びっくりしたよ、だってもうなんかこんなでかい段ボールがあるんだっていうやつを4つぐらい実家に届いて、その中の1個が段ボール1個全部花木だった。すごくない？段ボール1個が全部花セレブと、あとなんだっけ、あの花セレブのティッシュと花セレブのなんかポケットティッシュと、あとなんかね、お尻セレブっていうやつがあって、トイレットペーパーも入ってて、しばらくあの買わなくて済みます。あ、指ハートありがとう、嬉しい。
納品じゃん。そうだよ、納品書かな、これなんかファンレターじゃなくて納品書かなみたいな。やばすぎ。使い切るのにどんくらいかかりそうですか。どんくらいかかるかな。まだ使い切ってない、ちなみに全然。ファンレターどうしてるの。ファンレターボックスをうちに設けてて、実家の方に。そこに全部束で入ってる、束っていうかなんかガガガガ読んだやつからそこに入れてます。なんかいつだかに買ったプラザのでっかい段ボールにそう入ってる、みんなのファンレター。ワンダバンシからつながったね、まさかの。あ、そう、大量にあった話せれば使わせてもらってますし、それに今私がアシュラニュー貼っている休息時間も皆さんからのプレゼントですし、寝る時に使ってるアイマスクもファンの方のプレゼントですし、寝る時に使っている枕もファンの方からのプレゼントですし、それにあの普段使っているマグカップもファンの方からのプレゼントですし、あれ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 もうあれあれ、プレゼントプレゼントプレゼント、すごいよね、ありがとうございます本当に。ちなみにファンレターでくしゃみ出る、あー便箋は出たことあんまないかも。出てたかな、あんま出てるイメージない。しょっちゅうだったら覚えてるから多分出てないと思います。足裏のほったいマスク、マジでなんで間違えたんだ。消耗品がまだあるのウケる。そうなの、消耗してないのよ。消耗しまくってもまだ全然消耗できてないというレベル。プレゼントの放送でくしゃみ、プレゼントの花木で鼻をかむ。永久期間が出来上がりました。あ、すごい、ラブレターいっぱいありがとうございます。放送しない方が良かったんだね。とはいえさすがに贈り物なのでありがたく、あ、ラッピングしていただいてる、放送していただいてると思って見てましたんで、そこに関してはさすがに何も思わないですよ。わ、放送者ある最悪なんて思いませんよ。わ、放送者あるわ今日もとか思うわけないでしょ。どういうこと、本当に私のことみんななんだと思ってる。面白すぎ。なんかこの1時間半くらいの配信を通して人の心がないと思われています。放送紙がない方がいいってことを放送しておきますね、大丈夫。読んじゃうけど、血も涙もない、本当だよ。すっかり最高扱い、本当に困っちゃう。草の心、草の心一の方、ちょっと寝落ちしてた、人の心があるのかないのかちゃけちゃ、寝落ちして目覚めたらこんな話してたのやだよ。人の心あります、あります。放送紙ビリビリ破くタイプですか。私そうなんだよね、丁寧に最初はやろうと思うんだけど大体うまくいかなくてもうごめんなさいってバーってやります。今のチャケの悪い笑顔大好き、どんな顔してた。悪い笑顔してた、やば。無意識。人の心はあります。
人の心まではプレゼントできない。そうだ、あります。やめて、そのプレゼント着られない。それ着てありますは言えないです。やばいやばい、読めない。読んでるけどほぼ読めない、読めないけど読んでるけどセーフ、配信止められてないのでセーフです。ギリギリですね、セーフ。やばすぎ。カッポギイモモチって何？イモモチ配信。イモモチ最近食べてないのよ。外でも食べてないし作ってもないから、作りたいわね、そろそろ。食べたいわイモモチ。年越しすると盛り上がるよね。結局ね、0時過ぎにスイッチ入るとこある。草の心やばい、草の心。配信で、そう配信でやる。今持って作る、また作るか、いつかやろうよ。お、アキピさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとう。2ヶ月連続2回目の突破ターン、イエーイ、ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。突破ターン348人になりました、イエーイ、ありがとう。348、イエーイ、ありがとうね。芋餅って北海道の、そう、北海道のあの芋餅大好きなんだよね、美味しい。でもなんか家で作るとやっぱりじゃがいもを潰しきれてなくて、柔らかくなりきれないまま形作っちゃうから、食べた時になんか違うなと思いつつも、まあ余計なものは入ってないから美味しいけれどもみたいな。メイドコスはちょっとあるかわかんないですけどあるかわかんないですけど、なんかアイドルだから着れたところはありますよね。さすがにもう25にもなる一般社会人ですけど、私会社員ですけど、急にあ、なんかすごいハートハートハートってきた。なんかリップのギフトでかいね。UTZ さんありがとうございます。3つも急にリップギフト、ありがとう。レッチミ、ぜひ趣味でメイド、え趣味で配信は好きだからやってるけど、趣味でメイドは好きじゃないからやらないよ。鹿せんべいタイムありがとう、でもおもろい。待って、納豆食べたいから納豆食べてから寝よう。急に今日納豆6パック買ってきた。あの3パックかける2個、好きな昆布だしがスーパーに売ってたから。あれたまにないんですよ、昆布だしのスーパーに置いてない時あって、とろ豆をそういう時は買うんだけど、そう、私の大好きなまろやか昆布だしがあったので
買ってきました。寝る前に納豆食べる寝る前に納豆食べるよ。納豆食べてちゃんとあれマスオチして歯磨きしてすっきりしたまま寝るよ。もちろんでも納豆は食べるよ。1日そう2パックずつ食べるから3日でなくなっちゃうなって感じ。そう納豆自体2パック1回2パックぐらい食べちゃうから。そう深井そう、おかめ納豆の昆布だしが一番好きです。納豆2パック、卵1個まん。卵混ぜる人いるよな。そう、これがうまいんだよっていう風に聞くけれども、私 TKG がね、いつからか食べらなくなっちゃったんだよね。小学校の時よく食べてたんだけど。そう、卵生卵とご飯がいつかが食べられなくなっちゃったから、私は納豆単体で食べます。まあそんなこんなでなんだかんだ0時42分とかになっちゃって、もう1時前なのでびっくりなのでそろそろ配信終わりにしようかなと思います。11時から始まって1時間45分ぐらい話してしまいました。すいませんね。なんか相変わらず夜に始めたら夜に始めたでスイッチ入っちゃうし、早く始めたら早く始めたでスイッチ入っちゃうし、まあいつ始めても1時間以上は話してしまう病気病気すぎる。いくらでも話してしまう。明日も多分ちょっと遅めの配信だと思います。うん、今日ほど遅いか分かんない。2時間寝落ちしなければもちろん早いと思うんですけど、はい、ということでそろそろ壇上読んで終わりにしようと思います。ルル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 ル。壇上13位コッペパンさん、ありがとうございます。12位ペイント猫さん、ありがとうございます。11位レインボーさん、ありがとうございます。10位リリヒトさん、ありがとうございます。9位ケイちゃん、ありがとうございます。8位小次郎さん、ありがとうございます。7位ギョルミョンザチャさん、ありがとうございます。で6位和幸さん、ありがとうございます。5位ポン吉さん、ありがとうございます。4位ケンさん、ありがとうございます。そして3位わさび色さん、ありがとうございます。そして2位ゆうたパパさん、ありがとうございます。そして1位はゆうてぃ zeta さんでした。ありがとう、 Thank you、 ありがとうございます。お疲れ様さん、ありがとう助走まであと、ありがとね。じゃあまた明日ね。バイバーイ。おやすみなさーい。今日も楽しかったです。イエイ。おやすみー。